さて、始めようかね。時代が動き出すね。ご運が開けましたな。我が輩の運命は我が輩のものだ。撃て撃って、後の隙を信長様の世を切り開くのです。この一戦に勝ち、豊臣の世を守り抜くのだ。義は我らにあり。太平の世をなさん。行きな、来い、勝負。全国の物の符を書に記す流浪の旅の途中なんだって。いや、素敵。うちもご一緒しとす。ちょい止まった。美しい娘さんの二人旅なんざ、あ、危なすぎるぜ。五右衛門様も仲間に入れてほしそうにしてはるわ。どないしはります？そうと決まれば戦だ、戦。まずはこの地方で名を上げて、将とたくさん出会おうぜ。武将でもうちくらいになると一筋縄ではいきませんよ。ぼちぼち仲よなって、書を埋めてっとくれやす。そっちは流浪の少女そうじゃな。わらわに諸国の話を聞かせてほしいのじゃ。旅のお方をお止め立てするものではありませんよ。それに、おそらくその経験は一言では語れません。まことか？一冊の書となるほどか？はあ、その書が読みたいのじゃ。書いてほしいのじゃ。迷うことはない。俺にはお前の魂の呼ぶ声が聞こえる。お前は誰よりもこの時代を意志しているはず。乱世の反骨、将来の情熱、筆のほとばしりのまま書にぶつければいい。この乱世を生きる将について記された書、完成すればきっと世に二つとない至宝となるでしょう。光秀の魂も書を求め、酔いしれたいと叫び始めたか。無論俺の魂もだ。君は猿方の命で書を編纂する旅をしてるんだね。
お前自身は何を目指してるんだ？書の編纂は与えられた目標だろ？お前自身の目標ってやつをちゃんと持っといた方がいい。一個のもののふとして何を目指しどうなりたいのか、その明確な像も含めてな。おう、志はでかい方がいい。で、いずれ君自身がその書に名を残せるくらいになれたらいいよね。そのためなら僕らも協力を惜しまないよね、武蔵。ついに将たちの書がここまでに。はあ、すごいのじゃ。欲しいよ。一体何人の将が乗っておるのじゃ。一人でも多くの将と語らい、その心を知ろうとした。この将はそんなお前のすべてをよく表している。ではそのお方ご自身の名がこの書にないということはあってはならないことですね。うん、あまたの将の志を知る無二の者としてそちの名をこの書に書き入れたいのじゃ。それゆえお前のため全国から猛者たちを集め、その花道となる戦を用意した。勝て。そしてお前自身の物語に何よりの彩りを添えるがいい。見事な勝利だったのじゃ。これにてもう名実ともに天下に名だたる士なのじゃ。私はこれまで己が志を全てと思い戦ってきました。ですがあなたの書を読み気づかされました。この世には本当に多くの人々が生きているのだと。その一人一人がかけがえのない志を持っているのだと。この書はきっと多くの人の心に光をもたらすでしょう。そしていつの世も戦なき地平を導くしるべとなるでしょう。これは光秀の歌だ。この世を生きる一人一人に物語があり歌がある。故に人は人に惹かれ続ける。故に人は人を愛し常しえに世を紡いでいく。そう、まるでこの世界が一体となって終わることのない調べ奏でゆくがごとくな。お前にも曲を書こう。お前らしいな。お前もまた果てしない物語を綴り続けるがいい。俺もまた終わらない歌を奏で続けよう。